アメリカ空軍 F-35A 戦闘機と中国空軍 J-20 戦闘機とが幾度となく遭遇している情報をキャッチしました。調べているうちに、この J-20 戦闘機のヤバい情報を入手しました。今回は J-20 戦闘機を中心に詳しく見てきますね。中国空軍の最新鋭戦闘機、殲20J20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機で、中国での愛称は、タケシ竜、マイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されています。その第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで世界で3番目のステルス戦闘機です。世界の第5世代戦闘機とされているのは2022年6月現在において、この3機種 F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているのほかには、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホ、E-57 だけです。2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官がミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っている。それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとし、 F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットのデリ度について想像していた以上に高いものであったとしています。またその際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ-500、空強500も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘しました。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については J-35 のような対地対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような聖空戦闘機となるのかとの判断は時期尚早であろうとしています。 J-20 は中国航空工業集団公司の一つである聖都引き工業公司で開発されたことから、チェングズ聖都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では死体、中国語でリボンを意味するとも呼ばれています。これは、第5世代機の中国での呼び方である、四代機の、四代、と、死体の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているのです。J-20 の開発は、1990年代に始まり、2010年の末に、聖都引き工業公司のテスト飛行場敷地内で、地上走行試験が実施されたことが確認され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに、機体の画像が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになりました。2011年1月には、初飛行に成功したが、その機体が、電波吸収素材の塗装が確認されたことから、ステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積、RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015 から 0.005 平方メートルで、F-22 も0.0002 から0.0005平方メートルであることと比べると、ステルス性能では J-20
若干劣ると見られています。2016年11月1日に、広東省の多摩海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしました。2018年9月には、J20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされています。なお、第5世代ステルス戦闘機では、世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員は、ロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものとみられています。現時点で推定されている J20 の初舷は、全長 21.2 メートル、全幅 13.01 メートル、全高 4.69 メートル、空居重量 17,000kg、最大離陸重量 36,300kg、実用上昇限度 2万メートル、最高速度 2500 平方キロメートル、最大航続距離 5900 キロメートルとされ、総発のエンジンは、初期型においては、ロシア製デスホ、E27、フランカーに搭載されている、サトゥールム AL31FM に、最大推力 145 キロニュートンを搭載していました。しかし、2021年9月に行われた航空ショーで、国産エンジンの WS10C 最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしました。中国では J20 用エンジンとして WS15 最大推力 180kN の開発を進めていますが、それが難航しているために、すでに開発済みであったWS10 の推力を引き上げ、挙手状のステルスノズルを備えて J20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS15 実用化までのつなぎとしたのです。しかし、WS10C には推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F22 より劣るとされ、中国では2022年からWS10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙 SCMP が報じています。また、J20 のセンサーには、アクティブ電子操作アレイ AESA レーダーが搭載されているが、この AESA レーダーは、2000から2200個の送受信モジュールを備えていて、出力電力は、24kW に達するとされています。この数値は F22 が搭載している AESA レーダー ANAPG-77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されている AESA レーダーは ANAPG-77 より探知距離が長いのではないかと見られています。また、J20 には F35 に搭載されている ANAAQ37 エオダスによく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えていますが、F35 の EOTS-86 が、空対空、空対地赤外線捜索、追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は、空対空目標の補足、照準に比重を置いていると見られています。ちなみに、J20 の1機あたりのコストは、1億から1億2000万ドル、約132から160億円、と言われていますが、2000年代の初頭では、4億5000から5億元、約88から98億円、とされていたもので、それは、開発過程において、大幅にコストが上昇したことを意味しており、
推定されている研究開発費は約300億元、約6000億円以上であろうと見られています。F-35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが、1機あたり約7300万ユーロ、93億円で購入するとされていることからすると、J20 はかなり高いが、量産体制に入ったことで、現在では多少は下がっていると思われます。また、日本が購入する F-35 の価格が、1機約130億円と、J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになって、カモにされているのではないか?などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっていますが、これは、日本での F-35 の製造に、国内企業を絡めたことが、要因となっているのです。防衛省は、主力戦闘機採用の条件として、国内企業に、機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F-35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が、機体の最終組み立てや、検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに、日本企業が参画することを認めています。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて、国産化を目指す。次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためですが、そのことで、新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているのです。そして、J20 の研究開発費が約300億元、約6000億円、以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として、防衛省が開発を進めている航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっています。しかしながら、これについては、過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているのであるから、F-16、ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が、次世代、第6世代とされる戦闘機を開発するのだから、当然とする見方があります。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは、国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発、製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきでしょう。ロシア・ウクライナ戦争が勃発したことにより、世界中で武力や防衛力の強化が行われてきた印象があります。こうなってくると、日本も遅れを取らないようにしなければなりません。もはや、中国は、アメリカに次ぐ軍事国家と言っても過言ではなさそうですよね。ロシアは、現在、兵力や武力不足で衰退していますし、意識する本当の相手は、中国なのかもしれません。日本も遅れることなく、この波に乗ってほしいものです。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。東流潜水艦浸水と同時に、ボウリュウから見た潜水艦の歴史が変わった瞬間、今までの動力が一変したその原理に誰もが、驚くリチウムイオン電池搭載潜水艦となった、日本の総流型潜水艦11、12番艦がこのディーゼルエンジン、リチウムイオン電池の組み合わせとなる、リチウムイオン電池の弱点を克服してついに潜水艦に搭載された話は有名だ。最新艦潜水艦の凄さはバッテリーだけではない。少し詳しく話していこう。豪州が今頃後悔しても遅いのかもね。2018年9月、日本の海上自衛隊の潜水艦黒潮や護衛艦加賀などの艦艇が南シナ海の公海上において軍事演習を実施したことが政府から公表された。発表によれば、遡ること15年以上も前から南シナ海において同様の演習が行われていたとされ、最新の潜水艦ではない黒潮ですらその海域に進出可能であることが注目を浴びた。日本政府としてはこの演習の目的をいずれかの特定の仮想敵国に向けたものではないと表明しているが、中国による南シナ海への脅威増大を念頭に置いていることは想像に難くない。いわば2018年末頃より頻繁にアメリカ海軍が行っている航海の自由作戦の海上自衛隊版と考えられ、勢いを増す中国海軍に対する示威行動の意味合いが大きいと言えそうだ。こうした経緯もあり、海上自衛隊の最新型潜水艦ボウリュウにはこれまで以上に世界各国の軍関係者の熱い視線が注がれるものとなっている。ボウリュウは総流型潜水艦の11番艦にあたり、2018年10月に進水した世界で最初のリチウムイオン電池を実装した通常動力型の攻撃型潜水艦だ。通常動力型とは、つまりアメリカ海軍などが保有している原子力潜水艦とは異なり、読んで字のごとく、通常のエンジンやモーターなどを推進力として稼働する形式を意味している。本来、敵から発見されないことが最大の目的とも言える潜水艦は、現時点においては、長期間にわたる連続潜航が可能な原子力推進が、最も有効な推進方式だと考えられている。そうした観点を裏付けるように世界で最大の戦力を誇るアメリカ海軍では、通常動力型の潜水艦は使用されておらず、そのすべてが原子力潜水艦となっている。反面、原子力の使用を政治的、環境的な問題から言っていない日本においては、ディーゼルエンジンと蓄電池、モーター、そしてスターリングエンジンの潜水艦を採用していた。これが今回のボウリュウにおいては、蓄電池に効率に優れたリチウムイオン電池を採用できたことで、スターリングエンジンを廃止し一躍注目を集めることとなった。ことに、原子力潜水艦を通常動力型に変更するフランス案による新型潜水艦導入を2016年に決定していたオーストラリアでは、その計画の遅延から日本の名も再び取り沙汰された。
しかし、最近になってフランスでベースとなる原子力推進の潜水艦が完成し、そもそも一度選定から外れた日本の潜水艦案が復活する可能性は現実的には極めて低いと思われる。ただ、そうした説に多少なりとも信憑性があるかのように論じられるほど、オウリュウが実現したリチウムイオン電池搭載のメリットはインパクトが大きい。リチウムイオン電池は従来の鉛製の蓄電池と比べ、同じ大きさでも2倍以上という電池容量を持ち、補助動力としてのスターリングエンジンを不要にするほどの性能を実現した。これまでの比較的小型の電子機器や電気自動車などには、採用されていたリチウムイオン電池ではあるが、発火しやすい点がネックとなり、軍事兵器への実装は困難とされてきた。実際、双流型潜水艦でも放流以前の艦から、実用化が計画されながら、実際に採用されるまでには時間を要した経緯があった。特に閉鎖した狭い艦内で海中に潜航して任務を行うという、特殊な環境下に置かれる潜水艦においては、わずかなリスクも看過できない厳しい安全性の確保が要求される。この安全性の問題を、今回、リチウムイオン電池の開発を担当した GS 湯浅社と、艦本体の設計を担当した三菱重工業の卓抜した技術力がそれを可能とした。日本としては、最高機密の兵器であるオウリュウゆえに、実際のスペックは不明な部分が多いものの、従来型を超える連続潜航時間、水中潜速から作戦範囲の広さは明らかだ。この特性から、冒頭の南シナ海における作戦行動も、従来のような待ち伏せ中心の運用だけでなく、原子力潜水艦並みの連続潜航で移動しつつ敵を牽制する運用が可能と思われる。これはかつての日本海軍では巡洋艦戦略と呼ばれた海洋戦術で、近年増大を続ける中国海軍の艦艇に対し広く南シナ海全域に渡って索敵の必要性を強いるものだ。中国海軍はどこに潜航しているかわからない海上自衛隊の潜水艦に対し、絶えず哨戒活動が必要となることで、自由に艦艇を行動させることができなくなるということを意味する。すでに中国海軍と比べて数的に不利な立場の海上自衛隊としては、一説には、約500倍の数の敵を拘束するとも言われる対潜哨戒を行わせることは非常に有効な戦術と言えよう。反面、こうした作戦行動への運用には本来的に原子力潜水艦に優位性があることは議論を待たず、あえて通常動力型にそれを求めざるを得ない国はあくまで少数派と言える。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。F2 次期戦闘機の開発が進む中、やはり日本は国産に関わっている。F2 戦闘機時、開発の時に国産化できなかった、その思いがあり。今回は、純国産を狙って計画している。だが、やはり米国の、草案なども出てきて、今後どうなるのかわからないが、日本には、開発段階ジェットエンジン XF-9 が存在するのをご存知だろうか。F-22 戦闘機ジェットエンジンと比較すると、同等かそれ以上の、性能を持っている。そんなジェットエンジンの存在を知ってか、米国が、テンペスト計画に日本を猛プッシュしている。では、そんなすごいジェットエンジンを詳しく紹介していきますね。ほんと量産するようになると、もっと改良が進む。もっと進化するかもしれないですね。日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとなる。ジェットエンジンが防衛装備庁に納入されたのは2018年6月でした。プロトタイプのたった1機でしたが、IHI 社開発のこのエンジンは話題を集めることとなりました。というのは、XF-9 の1と呼ばれるこのジェットエンジンこそ、航空機、戦闘機用に開発され、現在の国際的スタンダードと比較しも、全く引けを取らない高性能を実現した画期的なものだったからです。今回納入された F-9 の1エンジンは、アフターバーナーを使用した場合の推力は、15トン以上ということですから、F-22 ラプター戦闘機の F-119 エンジンの、推力 15.9 と比べてみても、引けを取らない数値と言えるのではないでしょうか。ちなみに F-35 ライトニング2戦闘機の F-135 エンジンの、アフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンということですので、XF-9 の1エンジンよりも高い数値となっています。ただし、これがプロトタイプのエンジンであることを考えると、今後の推力向上も考えられるでしょう。アフターバーナーについて説明しますと、エンジンから出される排気ガスに燃料を噴霧することで、燃焼力をよりアップさせることで推進力を高くしていくシステムです。XF-9 の1エンジンの場合はこの、アフターバーナーなしでも、推力11トンという記録を出しています。XF-9 の1エンジンが注目を集めた理由として、今までは国産エンジンの分野では、このような優れた一線級の性能を得ることは困難でした。しかし、この分野で世界に通用する性能を見事に実証してみせたことが理由と思われます。ちょっと昔の話になりますが、現在使用している航空自衛隊の F-2 戦闘機は、アメリカ製の F-16 戦闘機を土台として開発すること決定されました。その大きな理由の一つは、戦闘機に搭載するエンジンを日本国内で開発できないからアメリカの技術を真似るということだったのですが、それを思えば今回の XF-9 の1エンジンは快挙と言えるでしょう。この時も日本独自で戦闘機開発を目指すべきだという意見は確かにありました。
しかし、政治的な判断や戦闘機のいわゆる機関部分の国産化はかなり難しかったのが当時の現実だったのです。でも今は違います。いよいよ日本の国産エンジン製造に目処がついた状況になりました。F2 戦闘機の後継機となる F3 戦闘機ですが、アメリカとの共同開発が確実と思われますが、XF9 の1エンジンを獲得したことで、新しい選択肢が増えたということは間違いないでしょう。前述のように、XF9 の1エンジンは、現在流通している戦闘機用エンジンに、求められる小型、軽量という必須要素をクリアしていますし、それに加えて、推力15トン以上というアドバンテージを確保しています。これは、素晴らしいことで、秀逸と断言してもいいと思います。XF9 の1エンジンのデータですが、先に挙げた F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンは全長 5.16M、直径 1.168M なのですが、XF9 の1エンジンは全長が 4.8M、直径は 1M であり、比較するとコンパクトなサイズということがお分かりでしょう。単純に推力だけを強めたエンジンを製造したいのなら、サイズが多少大きくなることを許せば、案外簡単に達成できるようです。しかし、これぐらい小さいサイズであり、かつ強力なエンジンと、完成されていることが最大のポイントと言えるでしょう。というのは、現在の戦闘機に必要不可欠と考えられているのは機関部の小型化なのです。小型化することで、これはステルス性能も高められますし、機体内へ収容させる兵装の量も増やすことができるという一石二鳥のような両立に役立つことになるのです。無論、ステルス戦闘機を独自で開発するとなれば、このような兵装を収容するためのウェポンウェイの技術的ノウハウなどの様々な課題が山積していることは言うまでもありません。でも、最大の関門とも言われるエンジンの小型化がクリアされたということは心強いと思われます。その他の状況を紹介します。2019年6月、XF9 の1エンジンの推力変更ノズルが開発中ということが航空見本市で公開されました。これによって、実用化に向けた準備が着々と進められている事実を国内外に印象づけるものになったようです。推力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることで、戦闘機が進む方向を調節する装置のことです。XF9 の1エンジンは、ノズル式の推力変更装置によって、最大20度の角度内なら、機体の制御可能と言っています。開発の進む XF9 の1エンジンですが、明るいことばかりではありません。というのは、次期 F3 戦闘機自体の着地点が定まっていないのです。こんな状況では、大事なプロトタイプが活用できないという最悪のシナリオの可能性も考えられると推測されるのです。ここに来て、当事国である日本よりも、
次期 F3 戦闘機に関心を持ち、重要視していると思われる国があります。その取り上げ方ですが、方向性が定まらない計画を名指しするだけでなく、これによって自国の安全保障が脅かされるといった論調で、騒いでいるのです。その国こそ、隣の韓国です。中国は、日本を総敵国とみなし、ことあるごとに言いがかりめいた言動や行動を起こしてくれますが、韓国は、曲がりなりにも、日本と同じく、アメリカの同盟国です。言うならば、同格であるはずなのに、日本が、第6世代戦闘機である F3 戦闘機を開発することに危惧を示しています。何回も言いますが、次期 F3 戦闘機計画は何も決まっていません。白紙状態と言っても良い状態です。それなのに、そこまで気を回されるというのは、韓国は日本の戦闘機に怯えているという感じもしますし、むしろ日本の技術力を過大評価されているのではないかとすら思って、こそばゆい気持ちもします。その反面、太平洋戦争終結から75年、韓国はまだまだ日本を一方的に仮想敵国だと思い込んでいるのかと驚くやら、悲しいやら、複雑な気分になってしまうのは、筆者だけではないと思います。韓国は、軍備に力を入れつつあります。原子力潜水艦や航空母艦などを、購入したがっているようですが、国力と軍事力が、釣り合わないのではないかなどとも考えてしまいます。韓国の軍備は、一体どこに向かおうとしているのでしょうか。迷走はまだまだ継続中ということですね。